で、これはちょっと話が別の話になるんですけど、物を皆さん食べるときってどこの歯でよく食べます？まあこれもあんまり普段考えないですよねどこで食べてたっけっていう感じになると思うんですけど、だいたい奥歯じゃないです、だいたい奥歯、うん、ね、物によっては前でとか、そうですね、あったりしますよね。でこれはですね、有名な高輪クリニックっていう東京にあって、で京都にも高輪クリニックってあってですね、そこもこの村津さんの考えに非常に近くて、まあ、非常にその歯のことを考えていろいろされてる先生で、素晴らしい先生なんですけど、この影山先生が、奈良かどっかに来た時に僕たまたま行ってですね、でそこでちょっと話聞いたんですけど、その時に言ってたのが、なんて言ってたかっていうと、物を食べる時は、そのまずですね、石谷が前歯でね、まず噛んでくださいと、つまり野菜とか初め食べますよね、野菜とかを、まず前歯でね、中心に噛んでくださいと、でそれで脳にねスイッチが行きそうなんですよ、脳にスイッチが入って、そしてなんていうの、いい状態になって、その後奥歯で、まあ、しっかり噛むことによって、非常にいい食事ができるっていうことをおっしゃってて、それが、まあ、印象にすごく残ってるんですけど、そういうのがね言われてました。だから、まあ、奥歯だけ使ってる方は奥歯だけじゃなくて、ちょっと初め前歯も使うと、でそれによって脳に刺激が、前頭葉っていうところがあるんですけど、そこに刺激がいくそうなんですね。でこれが非常にいいそうなんですよ。ですから、まあ、そういうので歯っていうのはさっき言ったように臓器とのつながりもありますし、歯とですね、やっぱ脳なんですね、歯と脳のつながりっていうのも非常に密接に関わってるっていうことが分かってます。で実際にネズミさんの実験なんですけれども、歯のないネズミさんと歯のあるネズミさんを比べて実験させたんですけども、だいたい歯のあるネズミさんの方が 0.2 度温度が高かったと、体温が高かったと、つまり血流量も良かったんですね。であと学習的なその迷路のよくネズミさんをね、実験させると、その歯のないネズミよりも歯のあるネズミの方がやっぱり賢かったんですね。だからそういうので、やっぱりそれだけでも脳の働きとかが変わってくるんですね。でそれ以外にも人間で当てはめてもですね、その歯がしっかりしている人の方が平衡感覚があったり、敏捷性があったり、体力があったり、やっぱそれも違ってきてるんですね。だからそういう意味で脳との関わりっていうのが非常に重要ですということと、あとですね、歯と経絡との関わりもあると。経絡っていうのはですね、これ もう簡単に言いますけど、12の経絡っていうのと、経脈ですね、12の経脈っていうのと15の絡脈っていうものからなってて、それがですね全身こう張り巡らされてるわけなんですけど、その例えばですね、これも面白いんですけど、簡単にちょっと見ていくと、この第1小臼歯っていう歯はですね、これは例えばなんですけど、人差し指とつながってると、人差し指とつながってたりですね、この第二小臼歯は心包系とかね、その経絡とか経脈とか絡脈とか、そういったものとつながってたりするんですね。全部ねこうつながってるんですよ。もう言っていくと別にこれ覚えなくてもいいんですけど、それぞれやっぱつながりがあるんですね。でさらにこの人差し指っていうのはどことつながってるかっていうと、人差し指っていうのは大腸とつながってるとかね、でこの心包系はどっかとつながってるとか、臓器ともつながってるんですね、臓器。だから結局歯はですね、その指の経絡とつながって、臓器とつながってると。だからやっぱり歯は臓器とつながってるっていうかね、関連あるんですね。そういうふうに見ていくと、歯っていうのは非常に深くてですね、まあ奥深いということが分かってきたんですけれども、じゃあその歯 の、その異常でね、健康を損なってくる、理由っていうのが3つあるんですけど、まあ、それを簡単に最後ちょっと述べていきたいと思うんですけど、